こんにちは、ザツです。今回は愛知県にあります明治村博物館というところに行ってきました。早速映像出てますけども、話題になっています鬼滅の刃の空気感を感じることができます。最後まで見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。東名高速道路小牧ジャンクションから一路中央道へ入ってきます。もうここら辺山ですね。そして小牧インターで降ります。ここから山道を10分程度走行したら到着します。こちらが明治村正門になります。普通車の駐車場は北門の方にあります。ここからさらに 2,3 分行ったところが駐車場になります。で、駐車場の料金は900円になります。まあまあ高いですね。北口の入り口になります。こちらでチケットを買うことができました。小学生が2名で、未就学児は1人なんだけど。ちなみにですね、蝶屋敷は6分45秒くらいからですので、もし興味なかったらそこまで飛ばしてください。もう入り口から紅葉がめっちゃ綺麗でした。人もそんなにいなくてですね、京都で人に揉まれるかは良かったかなと思います。そして入ってすぐに SL が見えました。これは乗るべきですね。これは面白そうやね。500円の上らしい。テーマパークなんかの作り物とはちょっと違った雰囲気があります。オイルの付き方とか小汚さとか、これは本物ですね。山道ですので帰りの上りで使おうかという話になりました。結局これが大失敗だったわけなんですけども、最後まで見てみてください。蒸気機関車12号オリジナルボイラー。あ、これ本物なんや。昔使ってたやつ。これはフランク・ロイド・ライトが作ったやつ。作ったんや。本当は帝国ホテル、今ある帝国ホテルのところにあったんやけど、それを移築してここまで持ってきたっていう。多分ここまで持ってきたの装飾品じゃない、鳳凰堂を元にしてんのと、あと落水槽に出るわ、感じが。うん、こういうのとかちゃんとそのまま移築してきましたみたいな感じ。すごいすごいお金が。ここ使われてんの？使われてない。昔は東京にあったの、これ。まあ中の雰囲気がすごいんです。石もタイルも全てに装飾してあってですね、すごくお金をかけてやる感じがしました。ちょっと今の建築物とは違った雰囲気があります。ちなみにフランク・ロイド・ライトなんですけども、有名な建築家で三大巨匠と言われる人物になります。ラプ水槽と似てるのはこの辺やと思う。日本が好きで日本に作ったのが。旧帝国ホテルといえばこのビュー、左右対称シンメトリーです。これは平等院鳳凰堂を意識したと言われてます。すごい、なんかかっこいい。入れるのかな。ああ、これなんなん。これなんなん。韓国中央監視所厨房館。中が多角形なんです。すごくかっこいい建築物でした。今ではこんな手のかかるものはちょっと作りにくいですよね。あ、でもそうそう、あの綺麗やな、八角形。こちらは中のステンドグラスが特徴的でした。ステンドグラスがすごいな。うわ、
すごい。でも綺麗に映ってんだよ。そうやな。これ見てます。大丈夫です。はい、これ三つお願い。三個三つです。大丈夫です。はい、本当いらんの。本当だな。はい。あれよ。あれ？あ、で鉄道の鉄橋やなこれ。なんやろ。あ、ちょっと見に行く。鉄橋って鉄？鉄橋や。あ、ここ通るん？怖そう。なんかほらあれがあるよ。何見てたやつか。リベット橋や。なになになに？え？落ちる？落ちへん。え、抜けそう？知らん。いや大丈夫よ。全然大丈夫よ。おお、すごいすごい。入ったら？へえ、こんなんあるんだ。動かしたらあかんね、これ。触ったらあかんね。うん。これはすごい。意外と入れる。リンカー、落ちんで。やだ。そっちの方がびっくりした。どうや。ここら辺に窯があんねんな、確か。あ、さっきの。そう、列車って汽車。1号列車って書いてある。1号列車アメリカ製ブルックス明治30日本赤十字社の中央病院病棟になります。これが巷でちょっと噂になっている建物です。中がですね、蝶屋敷なんです。あれ、あの赤い羽。そうそうそう、赤い羽。蝶屋敷やな、蝶屋敷。ほら、あ、ほんとか。こっちが猪之助で、こっちが、三次郎で、あ、じゃあ、ちょっとこれ、おでちょっと子供たち興奮気味ですね。ちょっと嬉しいです。ママ、いいや、ママママ、こっちが猪之助、三次郎、善逸。うん、医療キットがある。見てやな、医療キットやな。怖い。ガラガラ声やな。すごい、でもあれ、なんか薬の匂いするね。すごい、なんか床がすごい。ミシミシやな。担架がある。運ぶやつ。担架。乗らないでください。じゃあ乗っていい。乗っていい。医療キット。うん。医療キット好きやん。医療キット。暑いね。ここの方が暑いな。廊下がですね、思いのほか床がなります。なんか普通にちょっと怖いです。まあ抜けることはないと思うんですが、ゆっくり歩いてください。おもろい。あれやったら本当の蝶屋敷やったよね。そしてすぐ隣に第四高等学校武術道場があります。ここもですね、中がそっくりなんです。右上鬼滅の刃で言えば、雲山から戻ったボロボロの炭治郎たちが
復帰するために鍛錬した場所になります。というよりそっくりな場所です。カナオとのお茶のやり取りのシーンが有名ですね。ゆっくり歩き、あ、ごめんね。奥には弓道場がありました。あ、ないんか。あ、弓道場やん、ここ。今はなんか、あ、弓道場、弓道って、マイナスや、マイナス、うん、マイナスになったらね、どうとしちゃった C、ここって、まずここ、あ、違うかも、C だから、あ、これや、ここ、ここまで。そしてこの紅葉です。これはこれだけで来た甲斐があります。これは綺麗やな。碧水亭ですね。こちらでご飯をいただきました。和食どころということで、まあ、アレルギー持ちでも何か食べれるだろうということで来ました。野菜いったの、これいった、クリなし、クリなし、なんか買い物。もう手遅れ。レンコのサラダは？そうだよね。卵使ってないから。めっちゃ美味しそう。まあ値段は少し張りましたが、大変美味しくいただきました。カレーは少し辛かったかな。福沢平吉。カレー。何が？ああ、そうやね。すごいや。こちらは重要文化財になります。ゴシック風な教会ということで、結構厳かな感じなんです。ステンドグラスバリバリって感じではないですね。すごいね。おかしい。すごいな。すいませんので。おやー、どちらの方に行かれますか？ SL ももう渡ってます。 SL も終わり、終わりや。残念。してたからそんなに。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしですね、ちょっとでも良いと思ってもらえましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。励みになります。